1990X年、世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。食料もたっぷり持ってやがったぜ。世界は再び暴力の支配する時代になっていた。さて、取るもん取ったら偵察に戻るぜ。うん。なんだあいつ、こっちに向かってくるぜ。気にするな、獲物が一匹増えただけのことだ。ちげねえや。よう兄ちゃん、ここを通りたきゃ水と食料置いてきな。はい。本当か？じゃあ調べさせてもらうぜ。汚い手で触るな。なんだとこの野郎！うわ！この野郎！舐めたまねしやがって！どうした？偵察隊の奴らが何者かに。なんだと？誰だ？俺たちの仲間にこんな。ジド、こいつまだ息があるぜ。おい、どうした？何があったんだ？北斗、胸に七つの傷の男。なんだ今のは。北斗だと？一体何者だ？ただじゃおかねえ。おい、胸に七つの傷を持つ男を探し出せ。必ず。いいな。水を。なんだ、行き倒れか？ジードかもしれん。牢屋に入れておけ。またバカが、どっち踏みやがったわ。ありがとう、生き返ったよ。俺はケ、名は何というのだ。無理だよ、
そいつはリンってんだけど、目の前で親兄弟を殺されて、それからショックで喋れなくなっちまったんだ。そうか、辛いか。大丈夫、動かないで。何したんだ。喋れるようになるおまじないだ。あとは彼女の心次第で喋れるようになる。大変だ、ジードの奴らが。おい、リン、一緒に来い。お前も戦うんだ。あいつ、お前に行かれちまったみたいだぜ。自分が殺されると分かってるんで、鍵を置いてきやがった。チートにかかっちゃ村の連中なんざ一分で皆殺しだからな。奴らの目的は多分俺だ。なんだって？お前一体何したんだよ。え、おい、何やって。あっ、この村に胸に7つの傷を持つ男がいるはずだ。出てこんと、この小娘の首を引きちぎるぞ。お前が7つの傷の男か。邪魔だ、どけ。ほお、なんだ、ふざけやがって死にやが。はあ、これは北斗神拳。その昔、中国より伝わる恐るべき暗殺拳があると聞く。その名を北斗神拳。拳に全エネルギーを集中し、肉体の経絡飛行に衝撃を与える。表面よりむしろ内部からの破壊を極意とした一撃必殺の拳法。それが今ここに。やはり貴様か。俺たちの仲間をやったのは許さねえ。ふう、貴様の剣などかほども効かんわ。ぶっ殺してやる。お前はもう死んでいる。何？Thank you.
ジジイ、後がなくなったな。助けてくれ。わしはこの種もみをどうしても村に届けねばならんのじゃ。何？今ある食料はいずれ尽きる。じゃがこの種もみがあれば毎年米ができるじゃ。それがどうした？米ができれば食料を奪い合うこともない、争いもなくなる。今日よりも明日なんじゃ。なおさらその種もみを食いたくなったぜ。そんな、ご少佐、見逃してくれ。なあケン、あんな奴らに関わってねえで行っちまおうぜ。あ、バカ。おい、お前たち。え、なんだてめえは。その老人を助けてやれ。なんだと？てめえこのボウガンが見えないのか？あ？北斗神拳の前ではボウガンの矢など止まった棒に過ぎ。覚悟はいいか？死ねえ！北斗神拳西真空派。目が、俺の右目が。覚えてよ、必ず貴様を殺してやる。必ずだ。しっかりしろ、じいさん。ありがとうございます。これは708ある経絡飛行のうち遠いといってな。この指を抜いてから3秒後に貴様は死ぬ。そんな、待ってくれ。その3秒間に自分の罪深さを思い知るがいい。嫌だ、俺はまだ死にたくねえ。死にた、死に。
ここがキングの町サザンクロスだぜ。サザンクロス。ん？どうしたんだケン。いや、なんでもない。ケン、守衛兵だ。ここで待っている。ケン、まったく大丈夫なのかよ。ケン、ここが城の入り口みたいだぜ。鍵がかかってやがる。どうすんだよ、ケン。ケン、通気口があるぜ。奥に明かりも見える。様の出番ってわけだな。無理はするん。任せときなって。中から鍵開けてやるぜ。守衛室か。誰もいないみたいだ。よし、早いとこ鍵を開けてやるか。ふう、なんとか扉までたどり着けたぜ。ケン、そこにいるか。今開けるぜ。すまない、バット。なーに、いいってことよ。俺とケンの仲じゃねえか。ここからは俺一人で行く。お前はどこかに隠れていろ。ああ、ケンも気をつけろよ。ふん。部屋の中で豚を飼っているようだな。君が北斗神拳を使うというケンシロウ君かね。やはり豚か。豚は豚小屋へ行け。人を豚呼ばわりするとはいい度胸じゃないですか。生きのいい獲物でやりがいがありますね。この辺りの豚はよく喋るようだな。言っておきますが、君の剣で私を倒すことはできませんよ。君が思っているほど北斗神拳は万能ではないのですから。私と戦うことで君は北斗神拳最大の欠点を知ることになるでしょう。何かね、今のは。そんな技では私を倒すことはできないと言ったはずですよ。北斗神拳の前ではお前は脂肪の塊に過ぎぬ。負け惜しみはそれぐらいにしなさい。無駄だ。お前はもう死んでいる。何？
たか、ケンシロウ。久しぶりだな。サザンクロスの主キム、やはりお前だったか。シン、貴様に会うため地獄の底から這い戻ってきた。わざわざ殺されるためにか。ユリアはどこだ。心配するな、ここにいる。ユリア、俺だ。お前のことはもう忘れたとさ。ユリア。それは今から1年前のことだった。シフリュウケン、ゆっくり眠ってくれ。さあ行こうか、ユリア。力こそが正義。いい時代になったものだ。強者は心置きなく欲しいもの手に入れることができる。どういうことだ。ユリア、俺がもらう。しっくったか。なんと黒斗剣。私も死にます。ほう、ならこれではどうだ。さあ何本目に死ぬか。待って。よせユリア、俺はどうなってもいい。だがお前だけは生き続けてくれ。します。何？聞こえんな。その程度で俺の心が動くと思うか。愛します。一生どこへでもついていきます。聞いたか、ケンシロウ。女の心変わりは恐ろしいの。
お前の町サザンクロスだ。この町のすべてがお前のものだ。何も考えなくていい。すべてがお前の意志のままに動く。これでもまだ心は動かぬか。シン、私の心は変わりません。私の心が変わらない限り、あなたは同じことを繰り返すでしょう。いえ、もっとひどいこと。ユリア、何を。罪もない人が何人も苦しみ、そして死んでゆく。そんなことは私には耐えられない。ユリア！最後まで俺はユリアの心をつかむことができなかった。ユリアの中にはいつもお前がいたからだ。ユリアのために気づいたこの街があいつの目標になってしまった。